ケ。うん、ボケ。で、なんすか。で、なんすか。ちょっとどけよ。どけよ。いや、なん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 で、で、電池、電池、電池。な、何をしたい。お前、何をしたい。何をしたいの。電池置いとくんじゃん。な、な、な、何回しすか。今は撮影って言ってる。やなけど新居に引っ越すじゃないですか。はいはい。その上で、まあ社会不適合者がいますよね。いる、うん、そうかな。いるんだよ。4人俺を混ぜるの。せめて3人はいるよな、少なくともね。うん、うん、そう。その上でやっぱり共同生活だから、うん、ルールを決めて生活しないと、うん、もうしっちゃかめっちゃかになっちゃうから、うん、ちょっとその辺の話し合い、今回こういう場をね設けさせてもらいました。ガチのやつ。ガチのやつです。え、これここで決めたルールは絶対絶対守んなかったら斬首。斬首、うん、ああなるほどね、うん、じゃあまずさ、はい、そうだ、一人一個、じゃあこれはルール、うん、ルールとして入れたいっていうのを一回じゃあちょっと候補として出してこう。うん、じゃあね、最初はケイスケかな。うん、うん、俺が、うん、勝手に部屋に入らない。勝手に、ああまあそれプライベートだからね、うんうん、平気で入るやつが多分一人いる、この中に。一人いるんだ。そんなやついるの、この世。あんまりね、直接的には言いたくないんだけど、俺の中で。おれ、おお、わけかくな。その部屋の扉に入っちゃいけないタイミングは、うん、スコとか。ああ、そうそうだね、スコかノンスコみたいなやつ貼っときたいな。貼っておくか、うん、ノンスコの時は入ってきていいけど、うん、スコの時は入ってきていい。ダメ。え、シコはシコ。シコはもうダメ。シコ、シコ、スコ、うん、ノンスコ、ノンスコ。そうね、シコが一番入られた。シコが一番やばい。シコやばい、うん、俺スコの時はいいや。うん、うん、じゃあシコは、シコは逆やろてーで、シコは全員誰も突っ込まなかった。シコはダメだって、想像したらやばいよ。うん、シコっててさ、うん、で、ね、普通になんかもう行くってなった時に、うん、もうガチャッと入ってくるんだけど、うんうん、もうなんか、もう大惨事よ、もうキャワンキャワンもトンガもう青春はスコも一緒じゃん。なんだよって。スコはいい、スコはいい。スコは、うん、スコはスコはそのまま続行できる。スコは続行、うん、続行できるんだ。あれはプレイパフォーマンスだから、ね、スコは続行、うん、ああなるほどね。熱いよね、むしろ。まあとりあえず入っちゃいけないタイミングが、あの、うん、分かるような感じで、あの扉に貼ると、なんか貼ると、うん、じゃあこれ採用、ありがとうございます。じゃあ次、盛り上げます。掃除とかさ、うん、洗濯とかさ、うん、やっぱ家事系がさ、うん、どう分担するか、うん、で、まあ俺ら平等だからさ、うんうん、平等にはやりたい、うんうん、だからでも一人だけね、やらなさそうなやつがいるんだよ。え、掃除とか俺くせえ。おい、臭いブランディングすんなって。ブランディングじゃねえだ。え、じゃあ殺してみよ。臭いよ。臭いんだ。こいつはね、臭いかもしれない。多分当番でこの日掃除とかやってもサボるんだよ。え、掃除当番ってさ、うん、俺なんかルーレットとか、あ、運要素が絡むやつがいいわ、やっぱり。あ、てか、それ結構平等だ。うん、うん、え、そのさ、うん、発生タイミングは気づいたらルーレット持ち、ルーレット回す。ルーレットに拒否権はない。ない、ない、うん、当番なんだ。当番じゃないよ、だから当番じゃない。うん、旅団と一緒。揉めたらルーレットそう、そう、あ、揉めたらルーレットはいいよ、全然。うん、あ、でも毎日さ、4人が集まるとも限らないの。うん、うん、だからいるやつで、うん、あ、いるやつなんだ、うん、まあいいんじゃん、掃除日決めとけば。週2でやろうか。うん、とりあえず一回それで様子見てみようか。あ、うん、それでいこう。うん、いや、いや、掃除したくない。うん、いいよ、俺さ、したくない。ちょうど、奴隷が欲しかったから。奴隷にしようと。奴隷募集する。奴隷っていう肩書きのやつをそばに置きたい。うん、確かに奴隷って欲しくない、なかなかいないもんな。レアだよね。うん、リーダー奴隷か。リーダーチーム奴隷。ちょっとなんか、台これよし、じゃあ企画会議始めようか。うん、頑張っていこう、これからね。みんなっていう感じ。酸素が少ない。酸素、酸素が少ない。酸素いや、なんだよ、それそれ逆だ、ね、俺のことだけ下に見てるから。どうする。頼むぜ。あれ、なんだっけ。
あ、とりあえず、じゃあ。あ、でも普通にルーレットでやろう。すべて決まる。うん、決めよう。揉めたらルーレット。揉めたら。揉めたらルーレット。うん。富士はいい別に。まあ、いらないか。なんあと、俺1個あるんだよね。何？あの、スコースコー、うちでのスコー。ああまさかそこに切り込んでくるとは。勘弁してくれよな、マジで。あの、事前申請してほしい。事前って？何分前とか？あの、1日前に。あ、無理無理無理。24時間前は無理。え、何日何時間前とか。お前無理無理じゃねえんだよ。こっち側に入ってた。違う、お前違う。お前無理無理。一番なんか無理無理と言う。確かに、いや、2日前には言ってほしいよね。うん、どうしようかね。でも、俺が入れんなって言っても、なんか入っ、なんか普通に、お前ら入れそうだから。スコなんでダメなの。え？あ、わかった。てか、基本的に、そうそう、1対1とかだったら OK。1対1で、静かに、うん、こっそり入れる。そう、静寂の感じで入れるんだったらいいかな。じゃあ、こっそり、あの、交代交代です。そうだね。今日は俺が呼んだ、うん、そしたら、あ、終わったよ。俺は交代。あ、てか1回でさ、すべてのことを済ませばいいんだ。そうだ。うん、うん、そうだね。よくないよ、お前。3回の人。あの、女、じゃあさ、2回以上できん。あ、2回以上。あ、あり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 。新居の1階が森山とケスが住んでて、うん、で、2階に俺が住んでて、で、3階に富士が住んでるっていう、うん、部屋があるね。玉座。口座。構図。じゃあ、うちでオフパコする場合は、うん、1階のみで。女性は1階までしか来れません。はい。決定！じゃあ、とりあえず。いや、待て。うん？ 1 個忘れちゃいけないことがある。はい。これは、YouTube で上に行くための家なんだ。そうだね。そこは、うん。大前提ですよね。うん、だから、スコマじゃないんだ。うん、スコマじゃないよ。うん。だから、なんだろうね。もう俺元気ないからさ。なんだよ。最後までいいや。うん。ん？ゲップで忘れちゃったんだ。だからさ、その、うん。こう、こういうのが怖いとか、うん、そういうのもあると思うけどさ、とりあえずみんなで頑張ろうよ。何が言いたいの？頑張ろうって話。あ、頑張ろうって話。あ、なんかさ、やっぱ、自分が食べたものとかさ、飲んだものとかをさ、あの、所定の位置に戻そうや。俺結構こういう状態嫌いなんだよ。ああ、うん、分かるこれでしょ。うん、これ虫湧くからさ、普通に、うん、まあ汚いのよ。そう、床にゴミが落ちてる状態とか、これできるだけ下げたいんだよ。うん、ひどいね。それどう。いや、モンキロの話だね。いや、違う、ルールってそういうもんじゃん。いや、それを細かい、どの時間までにやるか。なるべくやる。いや、だからリビングを離れた時にそれがあった瞬間にもう、うわぁ、ちょっとすぎやろ。じゃあゴミはちょっと緩めにしてみてしょ。2000円にしよう。くそ、罰はその罪の重さによって額が決まるから。罪ね。そう、ゴミ捨ては、まあ、いや、なんか吐きすぎするぜ、ね、それこれ誰のとか言って、うん、いや、なんかその程度に罰つけてたらもうなんか20個ぐらいルールどんどんできてさ、うん、もう、うん、生きづらすぎる世の中。いいんじゃない、守れなかったら金払えから。うん、まあ俺は嫌だな。俺嫌だ。うん、守れないから。いや、守れないからじゃなくて、守らなかった時のデメリットを常に想像しながら生活したくない。あ、ちょっと無理だ。こういう話をすると電脚不機嫌になるんで、うん、マジでマリッチブルーだ。結婚してめっちゃ住む、みんな住むの超楽しみやったの今。怖すぎる。怖すぎる。何が怖い。違う、別に変わんないよ。いや、それでさ、仮にさ、うん、ルールがガチガチにどんどんなっててさ、うん、多数決でこうグググググってやられてって、うん、超住みづらくなったとしても俺出てくって選択肢取れないじゃん。なんで？いや、その YouTube やるために4人で住んでるわけだから、うんうん、だからね、怖い。でも逆もしかりだけどね、うんうん、俺らもさ、ルール制定しないで、うん、フリーです、いいよってやってて、うん、でもめっちゃストレス溜まるけど、うん、でも YouTube やってるから出れないみたいな、うんうんうん、ちょっとある。まあだから、いい塩梅のところで決めた、うん、あ、そうだけどね、今、全然中央は取られてないから、ね、あの、今のが意見は全部ねじってないまあでも今の決め、割と最低限だと思うけどな、うん、なんか、なんだろう、そんなにやばい取り決めじゃないと思う、うん、うん、
いけるか。うん、今たまたま掃除はなんかそれぐらいやっとかないと多分めっちゃ汚くなるっていう。こいつやばくない？今日ね、多分ね、テンションの落ち方が異常なんだけど、最初の5分とね、これはね、25分、さっきまでさ、ここで奴隷とかやってたのにさ、なんだよとか最初の今はもう喋れない。考えれば考えるほど嫌なんだよ。喋れない。まあ頑張っていこうよ、共同生活な。頑張ろうな、みんな。楽しまえよ、みんな。楽しまえ。そんな嫌なことをするために住むんじゃないんだよ。そうだよ、登っていくために登っていくためだよ。うん、リーダー、うん、じゃあちょっと閉めちゃって、閉めちゃってよ。あ、今日はケス君に任せるよ。リーダーリーダーが見たいよ。リーダーが見たいな。あ、無理、やめて、無茶ぶり。リーダーということで、恵比寿ジャンプを引っ越します。せーお前ふざけんな。